中国では旧石器時代新石器時代を社会経済史的には戦死時代というふうに扱っております紀元前2000年今から4000年ほど前の頃に華奨清衆という王朝が出現して国家が成立をいたしておりますでそれが、えーえー、いろいろと分裂構想の春秋時代戦国時代を経て 新漢時代新,新の始皇帝あるいは漢の劉邦が作った強力な帝国ができますこの仮称清宗から新漢時代を古代と考えるのが代表的な考え方の一つでありますしかしこの新漢時代は西暦三世紀の頃から文献の時代に突入していきます中国ではまあ 北と南に分かれてある場合は遊牧民が王朝を立てさまざまなこう小さな国が攻防を繰り返す南北朝時代といいうものがございますでそれを統一する形で西暦7世紀の頃に隋唐帝国が生まれてまいります。 これを古代とする説とこれを中世とする説この2つがあるということが東アジアの場合大きな難しい問題であります。